モテたくてオナキン始めた陰キャ。なんか君最近またビジュ上がったんじゃね。やっぱ赤ちゃん最近オナキンしてるからね。オナキンってめっちゃ効果あるらしいね。オナキンで得られるメリットは誰よりも知ってるから、オナキンのプロに何でも聞いて。オナキンのプロってそんなオナキンしてるんだ。先週だけで9回。あ、オナキンのプロだ。8回失敗してるそれ。でも今週はもう6日我慢してるからマジでメリット多いよ。じゃあさ、なんか授業中にも得られるオナキンのメリットってないの？あるよ。居眠りしてたら無精すること。おお、デメリット。そんな溜まってるんだ。まあ今が一番きつい時だからね。じゃあ今もなったらガチでミコスリハンで行くんじゃね。いや、さすがにミコスリハンはないよ。そっか。ならどれぐらいできそう？今の感じだと AV 見ただけで。おお、ミコスリ、ミコスリハンもいらなかったか。ね、まだオナキンしてんの？オナキンの効果で女子が寄ってくるまではやるよ。それまで禁欲とか我慢できる？余裕だよ。なんでそんな自信あんの？だって禁欲なんて結局ダイエットと一緒でしょ。なんでそんな自信あんの？あ、でもエロいこと考えて耐えられなくなるかもよ。いや、もうこれだけオナキンしてるとエロい考えとか発想が出てこないから。すげえ。もうめっちゃ我慢とかじゃないんだ。めっちゃ我慢？ついにスーパーサイヤ人化しちゃったかも。スーパーサイヤ人ってドラゴンボールの？オナキンを続けて悟りを開いた状態をスーパーサイヤ人化って言うんだよ。へー、悟り開いたってことはもう君の亀仙人も立たなくなった。あ、こいつはめっちゃハメたがってる。おーふ、カメハメハ出したがってんじゃん。まあ本音で言うと結構限界来てるかも。やっぱりもうリセットしちゃえば。セックスならリセットにならないんだけどね。まあでも相手いないし、どっかのトイレで済ますしかないんじゃね。いないのかな、公衆トイレ的な女子。ああ、便所。チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。